私ムマユイ、ブラック企業の人事部長よ。一人の部署なんだけどね。この人は社長の浜直、この人は営業のキノピーさん。よし、今日はもう900キロカロリーも食べちゃったから、あと300キロカロリーか。気をつけないと。うっちゃん、お腹すかない？晩ご飯どうするの？まあ小腹すいたって感じかな。今日はあと300キロカロリーしか食べちゃいけないので、帰り道にサラダチキンでも買って食べようかなって思ってました。なるほどね。僕マック食べたいんだよね。一緒に食べない？うわ、三角チョコパイ美味しそうだな。うわ、やめてください。ぐふふ、食べちゃいなよ。今日はあと300キロカロリーも食べれるんだろ。カスタードパイは287キロカロリーだぜ。ダメダメ、たとえカロリー以内だったとしても、どれだけ脂質と糖質が入ってると思ってるの？今ムーマユイがやってるダイエットはカロリー以内なら何でも食べていいっていうのがルールだろう。そうだけど、この後にサラダチキンを食べてタンパク質を取った方が確実に体にはいい。そんなこと言って、本当はお前も食べたいんだろう。みーちゃんどうするの？食べます。食べるんかい。